どうも、翔平です。前回のお話ですね、こちら部署根の話をさせていただきました。で、部署根っていうのはね、正直運だと、もう当たってしまったらもう事故だと思った方がいいって話をしました。もう本当にだからこれをふざけんじゃないよ、もう部署根じゃないかよ、どういう店を管理してんだよっていうふうに責めるのは違いますよっていう話をね、前回しましたよね。である程度こう部署根はね、むしろちょっとこう、これあ、部署根ってこういう香りするんだ、はーっていうふうに楽しむぐらいのこう、肥料とか、保養力とか、持った方が、やっぱワインって楽しみたいじゃないですか。で、前回も言いましたけど、部署根に当たった瞬間に、それ以降の1時間、2時間、そのワインを楽しむ、料理を楽しむ時間がですね、もうそれこそ腐ってしまったような感じになってしまった。もったいないので、部署根は起こるものだという心構えと、それをね、ある程度こう許して、それをむしろポジティブに変えていこうという話を前回させていただきました。まあ、詳しくはね、前回の動画見ていただきたいんですけれども。で、じゃあなんで天然コルク、そんなにリスクがあるものをなんで使ってるのかっていう話をね、ちょっと今日させていただきたいと思います。まず天然コルクを使う理由です。もともとですね、その天然コルクを使うっていう文化が始まったこと自体がもう昔なので、まあ、その当時、じゃあ何に蓋をするのかって話の時に、まあ、いろんなものを比較して、ワインっていうのはですね、基本的にすごく酸が強い飲み物です。酸がすごく多く含まれている飲み物なので、まず酸に強くなければいけない。なので金属とかはダメなわけですよ。なおかつ酸素を、ある程度はシャットアウトしたい。完全に通さないっていうのは確かに難しいんですけど、ある程度シャットアウトもさせたいと。なので少ししか通さないっていうふうな、このメリット、この大きな2つでコルクっていうのは使われるようになったと言われています。じゃあコルクのデメリットって何なんだろうって改めて思うとですね、やっぱり寿命があるんですよね。で、大体基本的に30年って言われてるんですよ。でも30年ってね、例えば50年前のワインとか、あれはダメなんですかじゃあってなると思うんですけど、まあ、ダメじゃないです。ただやっぱり、ワイン好きの人だったら経験あると思うんですけども、ボロボロになってしまったりですね、まあ、ちょっとこう、液体が染み込みすぎてしまって、そこにちょっとカビが生えてしまったりとか、いろんなこう状況が起こりやすくはなるんですよ。やっぱ30年ぐらい超えてくるのですね。なので、例えば、ワインによってはですね、リコルクって言って、まあ、コルクに繰り返すっていう意味のリっていうのをつけてですね、リコルクっていう作業があるんですけど、まあ、それはリコルクをし直すという作業が行われたりっていうこともあるようです。はい。で、あとはやっぱ最大のデメリットは、まあ、前回の動画でメインでお話しさせていただいた部署根ですね。このコルクの腐敗による、匂いっていうのがですね、どうしてもオフフレーバーとして、すごい強烈なものは強烈なので、これはね、防げないということですね。天然コルクを使う理由はあるんですけど、なかなか難しいというところが現状だったんですね。でもですね、まあ、ワインを作ってもう何十年、何百年経ってますよね。で、その中で、まあ、だんだんやっぱ技術が進化していくんですね。で、このコルクに対しての問題点を改善しようとしている人たちの、もうね、いろんな努力によってですね、最近結構、コルク、なんか、コルクだけどコルクじゃないな、みたいな。コルクだけどコルクじゃないのかな、これは、とか。なんか、プラスチックっぽいコルク風のやつあるな、とか、見たことあると思うんですよ。あとね、スクリューキャップっていう、ね、回せば開くやつ。あれは、じゃあダメなんですか、とかね。出てきてますよね、今。でも当時やっぱなかったんですよ、そういうのが。例えば、スクリューキャップのですね、あれも、まあ、アルミだと思うんですけど、あれも、じゃ直接あれを蓋してたら、まあ、金属なんで酸でやられちゃいますけど、その、スクリューキャップって、ちゃんと裏見るとですね、中にクッション材みたいなのが入ってるんですよ。あれがあることで、直接スクリューの、その金属とですね、ワインが接触しないので、あのスクリューキャップって成り立てたりするんですけど、要はいろんなこう、なんか、技術革新とか、進化させることによってですね、ワインを栓をするっていうこの技術がですね、上がってるわけです。で、これによって、まあもう、いいワインを作ってもですね、この蓋がダメだったらっていう話になってくるわけじゃないですか。だけど、じゃあ、部署根との戦いもありますし、さっきの酸素を通す通さないみたいな話もありますよね。で、それを実現するために、じゃあ、完璧なやつができました！このやつ、瓶1本あたり100円ですって言ったら、100円かってなると思うんですよ、多分。なんかその、ここで100円のコストをかけてしまうとですね、例えばじゃあ500円で売るもの、じゃあ利益いくらやねんって話になってくるわけじゃないですか。だから、もちろん高級ワインか安いワインか、それにもよってきますけども、やっぱ瓶1本あたりに対してのそのコストっていうのがやっぱ大事なわけですよ。いくら良くてもですね、
コストがかかってしまうぐらいだったら、じゃあ2、30本に1本ならいいじゃんっていう話になっちゃうわけですか、武将ってね。もちろん嫌なんですけど、だからそういう戦いをしてきてるわけです。で、まあ、天然コルクっていうですね、まあ、武将根っていう、まあ、リスクはやっぱ変えられないので、まあ、武将根にバツがついてます。で、コストもまあそんな安くないと。で、酸素の条件はすごくいいっていうふうに言われてるんですね。要は投資すぎもせず、投させすぎないわけでもないみたいな。だからこう丸としてるんですけど、まあ、このコルクに近い条件でみんなやっぱやりたい、でも代替品がなかなかないという状況で、でなおかつ武将根との戦いとして武将根はなくしたいっていう、そういう戦いです。で、出てきたのが合成コルク。で、この合成コルクっていうのはですね、武将根は武将根で、まあ、ありつつもですね、コストが安いと。天然コルクじゃなくてもコルクのようなみたいな感じで出してます。だから別に何かすごい解決したわけではないんですけど、とりあえず 低コストにできると、もうじゃあいいじゃんって言ってやるんですけど、酸素を通しすぎちゃうらしいですね。天然コルクよりも酸素を通しすぎてしまう。なのでちょっと三角で、人によってはですね、なんで合成コルクが一時期流行ったのかもわからないぐらい、これだったら天然コルクでよくねえかっていう人もいるぐらい、うーんっていう感じだったみたいです。で、その後に出てきたのが圧搾コルクって言われている部類のコルクですね。これですね、有名なメーカーでディアムって、だからもしかしたらそのディアムっていう名前の方がもしかしたら有名かもしれないです。サランラップの、あれもサランラップっていう商品名が有名になっちゃったのと一緒で、もうディアムって呼んでる人の方が多いかもしれないです。だからこのディアムがですね、開発したものが、まあ、このだから各々の歴史の中にも技術革新があるんです。圧搾コルクっていうのは最初できた時はですね、っていう感じだったらしいんですよ。ただこのディアムっていうところが作った圧搾コルクが出てきた時にですね、あ、これならいいじゃんっていうふうにめちゃめちゃこう流れが変わったようです。何がいいかというと、まず武将根をほぼほぼゼロに近い数字になるぐらいの、武将根率を達成することができたと。で、コストも、まあ、合成コルクほどは安くないけれども、天然コルクほどは高くないっていう価格も、まあ、メリットとしてあると。そしてですね、酸素、これね、すごい面白いんですけど、ディアムってディアム3とかディアム7、ディアムの後に、ね、数字が書いてあるんです。これはですね、例えばディアム3だった場合、3年熟成を目安に栓をしているコルクですよっていう意味なんですよ。だから酸化透過率っていうのはですね、コントロールできるんですよ。めちゃくちゃすごくないですか。僕ね、これね、実は知らなかったんですよ。この授業をやろうってなった時に、ディアムについてちょっと調べたら、え、そんなことあったんだみたいな感じだった。なので、生産者の方が、これは3年後ぐらいまでには飲んでほしいな、思って栓をしてるんです。選んでるんで。なので、そういう数字もね、今度ちょっと僕も注目してみていただきたいなと思うんですけども、皆さんもぜひね、コルクのところにですね、ディアムの後に数字が書いてあると、ちょっとぜひね、確認していただきたいなと思うんですけども、そういうコルクが発達してですね、もうめっちゃいいじゃんっていう感じになってるのが、この、圧搾コルクです。まあ、通称 DM。もうみんな DM って呼んでるんで。はい。そして、このスクリューキャップですね。このスクリューキャップ、一時期ね、スクリューキャップのワインじゃなければいいワインなんでしょっていう声がね、よく僕の耳にも入ってました。なんかうちの店でですね、扱ってるお店、ワインですね。まあ、日本ワインなんで基本的にその、あんまりこう熟成を意識して作ってきたようなワインの歴史はまだないので、まあ、今は全然いっぱいありますよ。これもうちょっと熟成させた方が美味しいねなんて言われてるワインいっぱいあるんですけど、どうしてもスクリューキャップを開けてですね、お客さんに提供するとですね、あ、なんかスクリューキャップのワインもあるんですね、みたいな、言われる時あるんですよ。失礼な話ですよね。実はですね、スクリューキャップっていうのはもう今世界的にすごい流行り出してまして、まずコストがめちゃめちゃ安いらしいんですよ。この中でも一番多分安いですね。で、武将根も基本的にないと。で、酸素は基本的にあんまりほぼ通さないと。で、ここで気になってくるのが、じゃあ酸素を通さないということで、まあ、天然コルクが使われてた理由は、ちょっとは通すけど、ほとんど通さないっていうのがいいところだったわけじゃないですか。じゃあ、酸素を通さないっていうのは、これ20枚になってますけど、本当に超いいことなのっていう話になってくると思うんですけど、ですね、いろんな考え方があります。例えばですね、最近だとですね、そのワインを作るときに、あえてもう、ワインにどんどん酸素を取り込んでですね、もう、なんだろう、簡易熟成をさせてから瓶詰めさせているようなワインもあるんですよ。要は、本来だったら、何年間も寝かして酸素を入れてって、やっていく
家庭をですね、ギュッと、まあ、ドラゴンボール見てる方だったら、精神の時の部屋に入ったぐらい、こう、ギュッと、酸素を取り入れて、やってですね、まあ、ある意味、こう、簡易酸化をさせてですね、熟成させて、瓶詰めして、だからそれを飲むとき、ヴィンテージはわからないみたいな、そういうワインがあるらしいんですよ。僕はちょっと、ごめんなさい、あんまり飲んだことないんですけど、だから、まず、そういうところで対応できることもあるでしょうし、あとは、実際熟成がどうなるかってまだ未知数なんですよ。熟成の前に一回ブランドってところを見てほしいんですけど、ブランドバツになってますよね。じゃあ皆さん、全く知らないワインがありますと、目の前に。で、表示を見ても、まあそんなになんか遜色なさそう。どっちも、ああ、そこね、ああ、ここね、みたいな感じのところなんですよ。同じぐらいのレベルの。で、片方がスクリューです。片方が天然コルクです。どっちかあげますって言われたらどっち選びますか？多分なんですけど、ほとんどの方は天然コルクを選ぶと思います。要は、スクリューキャップイコール安っぽいワインっていうイメージはどうしても我々の中にね、あるんですよ。まだまだ。僕も、そうじゃないよっていう今動画なんですけど、多分、そっち選ぶかもしれない。それはやっぱもう植え付けられてるわけですよ。天然コルクの、ね、歴史がやっぱワインの中で長すぎるので、天然コルクこそが正義だ、みたいなね。そういうのって、まあ、ある意味、刷り込まれてるわけですよ。全員と言っても過言ではないぐらい。でも、あ、スクリューっていうものがあるんだよ。スクリューっていうのは全然天然コルクにとって変わる存在になるんだよ。みたいな知識がちょっとずつ入ってって世界に広まってやっと、あ、そうか、ってなってくると思うんですけど、これね、まあまあ言うてもでしょって思うと思うんですよ。ただですね、まあ有名な、よく五大シャトーとかね、一緒に一回は飲みたい、シャトー、マルゴーとかね、オーブリオンとか、そういうこう五大シャトーってあるじゃないですか。ラトゥールとかね。ああいうワインたちは、さすがに天然コルクでしょって思うと思うんですけど、今ね、結構、五大シャトーとかも、スクリューキャップ始まってます。で、もちろんこれ始まってるっていうのはですね、例えばこれが、20年後、30年後、40年後、やっぱり、スクリューダメだな、なってる可能性も、ゼロではないんですよ。ただ、これ、天然コルクよりも、なんだかんだでスクリューキャップいいんじゃねっていう風になる可能性も秘めてるから、そういう五大シャトーですね。今、取り組みを始めてるわけですよ。なので、まずここで僕が一番言いたいのは、スクリューキャップ、侮るなよってことなんですよ。実際ですね、ニュージーランドは 99% がもうスクリューキャップって言われてます。オーストラリアもね、すごい普及率出してます。なので、世界中に今、スクリューキャップっていうのが、どんどん広まりつつあります。なので、スクリューキャップイコール安っぽいワインとか美味しくないワインっていうイメージはまず、皆さんから、この動画を見たんだったら、もしあるなら、変えましょう。はい。というわけですね。で、あと、ガラス栓っていうのもたまに見かけますよね。で、ガラスだったらさ、いいじゃないですか。なんか酸性でも強い、ね、ガラスだから。で、酸素透過、ちゃんと密閉さえできればいいじゃん。じゃあ大丈夫そうだねってなるんですけど、ここは、やっぱシリコン。ガラスとガラス、まあ、瓶なんで、ガラス同士をこう合わせるとどうしてもね、絶対フィットはしないんで、そのためにシリコンが必要なんで、間に入ってるシリコンが先に劣化してしまうっていうのがやっぱ課題みたいですね。なのでどうしてもこう長年長期熟成させるようなワインにはちょっとまだ使いづらいかなっていうふうに言われてるっていう現状ですね。で他にもね、いろいろあるんですよ。なんかコルクしてロゴをつけてるやつとかありますよね。まあ、いろんなものがあるんですけれども、まあざっくりとコルクに変わるものっていうとして、こういうものが今発達してますよっていうお話をさせていただきました。なんかね、改めて言われると、へえ、そうなんだって話もね、ちょっとずつあったと思うんですよ。ただ、なんとなくワインを飲んでました。なんとなく誰々から教わりました。だけではですね、この端から端までの、ことで誤解を正せる機会ってなかなかないと思いますので、そういう動画をね、これからもどんどん作っていきたいかなと思ってますので、もしぜひね、あれについて語ってくださいみたいなやつね、もしあったらコメント欄、ぜひお願いします。ちなみにこの辺の今最近のやつって全部でコメント欄から拾って、あ、これ企画にしようと思ったやつらばっかなんですよ。例えば、日本ワインがなぜ高いと感じるのかとかね。あと、このブショネっていうのは何で起こるのかとかね。酸化防止剤とはみたいなやつとかも、やっぱコメント欄に結構出てくる話だったりするんで、かなり僕はコメント欄を、大事に読ませていただいてますし、参考にして企画も考えてますんで、ぜひコメント欄で皆さんの声を聞かせていただければなと思います。というわけで、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは。